皆さんこんにちは。今日は GU とプチプラコスメの購入品を紹介していきたいと思います。はい、で前髪を切りました。今回セルフで切ったんですけど、ちょっと長くなってきてセットしにくくなっていたので思い切って短めにしました。まあ巻いてこれくらいなのでそこまで短くはないんですけど、しっかり前髪があるような感じです。で分厚さとかは変えてないので、分けられるような感じになってます。そんなに分厚くないですね、今回も。はい、こんな感じになりました。で GU ではお洋服ではなくあるものを買ってきました。もうめちゃくちゃ大興奮だったんですよ。それを1種類だけなんですけど、すごく良かったので今日はね紹介したいと思います。では GU から紹介します。じゃじゃん、こちらです。オーガニックコットン 100% のタオルです。こんなのがね GU にあったんですね。私行くまで知らなかったからもうびっくりしちゃってすごい飛びつきました。あのね、本当にちょうど手拭きのタオルとかを交換しようと思って古いのをね雑巾に回したりとか、あのハンドタオル、持ち歩くタオルが欲しいなって思ってた時期だったので、すぐこれに決めました。じゃあまずこちらなんですけど、オーガニックコットン 100% のミニタオル4枚セット。はい、こちらの4枚セットですね。で、ベージュとミントグリーンみたいなカラーと、ちょっとくすんだピンク系とグレー、チャコールグレーっぽい感じの4色になってます。これね、3種類ぐらいありました、カラーの展開は。で、濃いカラーのものもすっごい可愛いから、それとこれを両方買おうかなと思ったんですけど、そんなに今は出かける機会がないから8枚もあっても使えないかなと思ったので、今回はこっちだけにしました。でも濃い4色もめっちゃ可愛いので多分そのうち買います。で本当にねふかふかなんですよ、気持ちいいタオル生地で。さすがコットン、オーガニックコットン 100%。そう、こういうふわふわのタオル大好きなので、これはね本当に嬉しい。でこれで990円なんですよ。めっちゃ安くないですか？今使ってるちっちゃいタオルがね1枚しかないんですよ。もうちょっと大きいやつとかになっちゃうから、ちっちゃいカバーに入れるやつが欲しいなと思って、なんかないかなと思ってたらこれがあったので即決めしました。でこのくすみピンクとこのグレーがねめっちゃ可愛かったので、この4色にしました。そう、今日もねくすみピンクを着てます。そう、これもめっちゃ可愛いんですよ。これはユニクロのねフレンチ T シャツみたいな感じの T シャツなんですけど、去年購入して紹介した T シャツです。これも大好き。でもう1個はこちらのオーガニックコットン 100% のフェイスタオルです。でこちらはね2枚セットになってます。でこれもこういうくすみピンクとかもあったんですけど、お家で手拭きとして使うから、落ち着いたカラーにしようかなと思って、このベージュナチュラルっていうカラーとネイビーにしました。これもめちゃくちゃ本当にふわふわで、もう顔とか拭きたい、これで。なんならもうこれで寝たい。そう、タオルが本当に大好きなので、これはね嬉しい。でフェイスタオルは 34cm×80cm って書いてありますね。ちょっとこれは開けてみようと思います。はい、こんな感じで2枚入っていて、あ、もう本当に普通のフェイスタオルっていう感じ、絶対使いやすい形ですね。まあでもちょっと毛羽だったりとかしてるな。まあこれも990円なので、まあ安いからいいかな。でふかふかなんですけど、なんかそこまで分厚くはないかなっていう感じ、本当に普通のタオルですね。ちょっと手拭きに使ったりとかね、顔拭くとかだったら全然いいと思います。めちゃくちゃ嬉しい、これ大好き、本当にこういうタオル。でタオル生地が本当に好きなので、今ねタオル生地のねパジャマを探してます。夏用の GU とかユニクロとかでパイル地の T シャツとかパジャマを買おうかなと思ったんですけど、まだね私が求めてるようなものは出てなかったです。なんかパジャマとかはボタンのものはね売ったりしてるんですけど、私ボタンのやつがめんどくさくてあんまり着ないので、そう、 T シャツとかのパイル地のものとかをね今探してます。だからこれのパジャマとか T シャツとかが出たらすぐ買う。めっちゃ気持ちいい。はい、ということで GU ではこちらを購入しました。今回はねこのオーガニックコットン 100% のタオルだけを買いました。でこの種類にはねバスタオルもありました。なのでこれが良かったらまた買おうかなって思います。これめちゃくちゃおすすめです。
で、プチプラコスメも購入したのでそちらも紹介していきます。はい、こんな感じで買ってきました。で、リピート品もあるのでまずそちらから紹介していきます。まず1個目、こちらまた出てきました、ボディミルクローションですね。こちらをまた買いました。これ使い切りでよく出てくると思うんですけど、あのフィアンセのピュアシャンプーの香りのミルクローションです。またなくなってきたので買ってきました。で、次はじゃじゃん、こちらです。メディヒールの3ミニッツマスク、全種類買ってきました。これちょくちょくね、メイク動画とかでも出してると思うんですけど、あの全部使い切ったので、あのまた全部買ってきました。そう、どれにしようかなと思って、このブラックのやつ、前回使ってたやつはもう本当にお気に入りなので、これは欲しいなと思ったんですけど、やっぱこっちも捨てがたかったので買ってきましたこれ3分で完了できるマスクなんですけど、朝とかあの忙しい夜とかね、すごく便利なのでおすすめです。で、リピート品は以上です。で、次こちら、ロージーローザのメイクアップスポンジ。これね、炭を配合したメイクアップスポンジだそうです。真っ黒なんですよ。気になって買ってみました。で、私前回ね、メイク動画でお話ししたんですけど、あのメイクスポンジをそろそろ変えたいなと思って、いろいろと使ってたものを捨ててたんですよ。で、新しいものが全然家になかったので、あの急いで買ってきました。で、なんかまた違うやつにしようかなと思って見てたらこれがあったので、ちょっと気になって買ってみたんですけど、リキッドとかクリームでもいいし、パウダーファンデーションでもいいし、コンシーラーでもいいし、あのベースメイクの仕上げ、余分な余ったファンデーションをポンポン軽く叩き込むっていう感じでもいいみたいですね。で、あのリキッドとかクリームファンデーションの場合は特に濡らすとか書いてないので、そのまま使う感じなんですかね。で、パウダーファンデーションの場合は水ありと水なしの使用方法が書いてあるので、基本水使わないのかな。ちょっと開けてみたいと思います。で、こちら6個入っていて418円です。めっちゃ安い。はい、こんな感じ。すごい柔らかい。あ、で、なんかすごいもちもちというか弾力がありますね。こんな感じです。で、なんかすごいバームクーヘンみたい丸くね、なってたので、すごいバームクーヘン感があります。で、いろんな面があるから使いやすそうな感じですね。あ、いいかもしれない。ちょっとこれ今度メイク動画で使っていこうと思います。で、もう一個ね、ベースで使おうと思ってこちらのパフも買ってきました。ロージーローザのエアリータッチパフ。これ発売された時ちょっと流行りましたよね。なんかすごい気になってはいたんですけど、買うタイミングじゃなかったので買ってなかったんですよね。だいぶ遅くなったけど、ちょっと今回試しに買ってみました。これめっちゃ柔らかいですね。すごい気持ちいい。こりゃ人気になるわ。こんな感じ、もうふかふか、もちもち、なんかほんともちもち感がすごい。さっきのこっちのスポンジよりはこの弾力感はない感じなんですけど、こっちはね、なんかもちもち、本当に気持ちいい。で、こっちのパフは薄付き密着仕上げにしてくれるそうです。それ嬉しいですよね。で、リキッドファンデーションとかクッションファンデのパフとして使えるような感じらしいです。お、めっちゃふわふわすごい、なんか厚みがあるから、なんかね、すごい本当にふわふわなんかもうそれ以外なんて言っていいかわからない、面白い感じですね。で、こういう風にバンドがついてるからめっちゃやりやすいです。ほんとなんかクッションファンデ風な感じで使えますね。めっちゃ良さそう。これもまたメイク動画で使っていこうと思います。で、次はコスメなんですけど、こちらです。やっと購入しました。レブロンのソフィアスプリズマティックパレットの966番、ザ・ビッグバン。発売前からね、気になってはいたんですけど、実際見ると結構使いにくいかもなと思って買わなかったんですよ。でもやっぱ気になるから手に出してみたらめっちゃ可愛かったので買ってみましたで、中身がこんな感じです。全体的にね、ラメが入ってるような感じなんですけど、特にここのブラウンとイエローゴールドっぽいカラーがすごくキラキラしてるかなと思います。そう、もうこの2色にやられましたちょっとこれだけ出してみたいと思います。
はい、こんな感じです。もうね、ツヤとかキラキラ感がすごいんですよ。キラッキラしてますよね。特にブラウンなんてしっかりベースはあるんだけど、ラメもしっかり入ってるから、これ一色でもすごく華やかにしてくれると思います。で、ここのイエローゴールドもそこまで使いにくいカラーじゃないですよね。もうこれ見た瞬間にね、買うってなりました。本当に可愛いと思って。で、こっちの真ん中の2つはいつもと違う感じで足すようなメイクとかにもいいのかなって思います。めちゃくちゃ可愛い。今度メイクで使っていきます。で、次も最後なんですけど、こちらプレイオンメイクのマイアイシャドウパレットで、こちらがサンライズで、こちらがサンセットになります。私ね、このプレイオンメイクは初めて購入しました。今回のこのパレットがめちゃくちゃ可愛くって、本当に二度見しました。あんまり最近は触ったりしないんですけど、こうティッシュとかあんまり置いてないから。でもこれはちょっと見たくてすぐ触りました。まずパッケージが可愛いですよね。これこんな感じで、なんか箱も取っておきたくなっちゃう。あ、でパッケージが黒。こっちは黒です。大人っぽい。で、中身がこんな感じです。最近のパレットにはちょっと珍しい感じで、横に細長くなっていて中でつながってるような感じになってます。ちょっと前にはこういうのあったと思うんですけど、最近ではあんまり見ないような感じかなと思いました。で、こちらがサンライズなんですけど、全体的にブラウン系でグラデーションになってます。そこまで全体的に濃くはないかなと思います。で、もう一つのサンセットの方は全体的にピンク系ですね。ここまでがピンクのグラデーションになっていて、こちらがブラウン味もあるような感じです。で、両方ともね、全体的にシマーな感じで、マト系はね入ってないです。なのでこれだけで使うとちょっと締まりにくいかなっていう感じはするんですけど、すごくね綺麗だったので買ってみました。で、ここら辺の3色が日常使いねしやすいかなと思います。ここのブラウンをちょっと手に出してみたいと思います。はい、こんな感じです。発色めちゃくちゃ良くないですか？すごい綺麗ですよね。ツヤもしっかりあるし、ベースのカラーもしっかり出てます。これはね、ベースにオレンジが入ってるような感じですね。こっちの一番濃いカラーも出していきます。はい、こんな感じ。もうめちゃくちゃ綺麗ですよね。なんかこれはね、ちょっとパープル味もあるというか、ちょっとくすんでる感じもありますよね。赤みが少ない感じ、すごい綺麗。ちょっとグレーっぽいパープルっぽい感じですね。で、真ん中から下のカラーはちょっと濃いんですけど、上はね、明るいので、アイシャドウにも使えるし、ちょっとハイライトとしてもポンポンつければ使えるかなと思います。で、こっちのサンセットもね、ちょっと出してみます。この上から2番目のカラーを出してみます。わー、もうめっちゃ可愛い。これもやっぱ可愛いわ。すごい綺麗。こっちの濃いピンクを出します。少し濃いめのピンクパープルっていう感じです。いや、もう本当にこのツヤが綺麗だわ。これはね、ちょっと試す価値ありなんじゃないかなって思います。これもね、また今度メイク動画で使っていこうと思います。で、プチプラだからちょっとね、パッケージは軽い感じはしますね。はい、ということで GU とプチプラコスメの購入品を紹介してみました。今回ね、欲しかったものとかいいなって思う商品に出会ったので紹介してみました。コスメもすごい良かったし、特に GU のあのタオルは本当にめちゃくちゃ嬉しい。タオルもね、大好き芸人なので大満足です。あれはもうちょっと買うかもしれない。で、コスメはね、またメイク動画で使っていくので、そちらはぜひお待ちください。で、今日使ってるリップはこちらです。今日もね、ロム&を使ってます。なんかもう本当に最近ロム&をよく使ってる。こっちの07番を先に全体乗せてから、こちらの02番を内側に乗せてます。はい、こんな感じですね。両方とも柔らかいカラーなのですごく合います。ピンクベージュ系とかローズ系が好きな方にはすごくおすすめです。ということで、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。はい、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。